皆さんこんばんは。うわ、もう待機してたんだね。しててくれたね。600人も700人も入ってますね。よいしょ。800人、もう900人も入ってくれてますよ。もうすでに今日はちゃんと入ってくれる人オファーしましたよ。今日はコラボすんのしますよ。今日こそは1000人、今日だけコラボお願いできますか。いや今日はもうコラボする人声かけてきたんで、また別の時で。絶対塩田、正解、塩田さん。さあ塩田さん、ちょっともう見てくれてんのかな。塩田さん、塩田、はい、じゃあ塩田さん送りますね。ほらもう1000人行きましたよ。塩田さんね、大先輩すぎてどうやって回していけばいいのかちょっとわかんないな。でも塩田さんちょっとね、もうおじさんだからさ、ちょっとついていけないみたいだから入ってこれないかな。ほら、承認待ちしてんのに入り方わかんないのかな。ヨタです。なんか変な感じだね。減ったんじゃないですか、ヨタさん来たら。え、減ったんじゃないですか、ヨタさん。いや、けど増えてもいないです。増えてもない。いや、よかった。イケメン、シオさんイケメンって来てますよ。本当？はい。佐々木健介。え？佐々木健介。あれね、やべっち FC のやつね。はい。知らない？え、知らない。本当？もう6年、7年ぐらい連続で出たんだよね。佐々木健介で。ごめんね。今年やってねえな。今年もね、デジッチあるからやった方がいいんですか？ね、でもね、多分昔すぎて誰もそのことを知らない。食ってくれない。若いやつが佐々木健介さん知ってるかどうかでも怪しいですからね。まあ多分ね、だって若いやつらはさ、俺の最あの昔はさ、もう小学生とかじゃん多分。いや小学生って言うと、だって何でしたっけ、え第4でしたっけ、20、うん、22歳さ。いや、息子やんつって。22歳、やばいっすよ。だって、よしおに、小学校の時見てましたって言われたからね。小学生の時、塩田さん見てましたって。いや、それって夢ありますよ、でも。やっぱ見てた人と一緒にプレイするって。いやいやいや、もう、俺はマジで、すごいなと思うよね、そういうの言って、聞いて。年齢感じるよ、そういう時。いや、もうバリバリやってるじゃないですか、もう。え？バリバリ？バリバリやってるじゃないですか。いやいや、さっき誰かに純烈って言われてた。よく言われるな、純烈って。似てる。似てる？似てる人いる。うん。見たことあります。いや、この笑顔の雰囲気。なんだっけ、あの芸能人の人と結婚した。あ、リリコと結婚した。あ、リリコと結婚した。あ、そう、似てる似てる。そっち系でしょ？似てる人多い。え？似てる人多いっすね。ああ、多分、雰囲気だけでしょ、ヒゲの。俺と一緒っす、似てる人多い。いや、あれや、なんだっけ、
秋兄弟や。秋日のいじりはいいっすよ。もうこのインスタライブでももうめちゃくちゃ言ってられてるんですか。え？インスタライブでもめちゃくちゃ言ってられてます。本当に？じゃあもう公式や。さん、竹野内豊かって来てますよ。おっしゃ。勝ちや、そりゃ。それ言われたらもう勝ちや。竹野内豊かはやばい。え？ビーチボーイズや、ビーチボーイズ。ビーチボーイズも知ってる人いないかもしれないですよ、このほといんど。や。え？ウガは知ってるでしょ？もちろん知ってますよ。ねもえ。もちろん。う、竹野内ビーチボーイズや。広末涼子かわいいっていうね。ああ、同世代だか同世代か。ら。うん。40歳って、40歳でサッカー選手やってて、どんな感じなんですか？俺想像つかないんですけど。いや、すぐやん、すぐ。いや、まあ、すぐっすよ。言うてすぐあなんですけど、あ、40歳まではちょっと俺無理だなっていう。ちいょっとや、40、あ、浦和レッズに来て、どうすか？楽しいっすか？なんか、あんまり、知ってる人が結構いたから、逆に。まあ、宇賀とか、武藤もそうだし、牧も、ね、加賀がいたからさ、みたいな。ね、そのあれで、結構牧とかも、周作とかもそうだし。だからなんか、栃木移籍した時よりは、なんかスムーズかな。栃木移籍した時は、友達、誰も知ってる人いなかったから。確かに。しかも、あの年齢で行ったら、こうなんか、あ、塩田だみたいな感じの、ちょっと構えられるよ。一歩引かれるよ。名前、絶対あるじゃないですか。いや、だから。まあ、あの時はね、気象がね、まだいたからね、なんか、最初気象とかとこう話したりとかしてたから、あれだったけど、最初マジやばかったよ。話す人いないみたいな。移籍したことないから分かんないでしょ、そういうの。全く分かんないです。ねえ。いや、最初ドキドキするもんだよ、行った時。大丈夫かな？友達できるかな？そう考えたらレッツはもうめちゃくちゃ。まあ、そうだね。スタッフでも、まあね、選手でも知ってる人が結構いたから、まあまだやりやすかったかなって西川が広島の時と感じ。塩田さんが F 党の時の PK 戦は熱かったって。周作にとってはいい思い出だけど、俺にとっては最悪な思い出だからね。あれっ知すらよ。ない？見れば勝ちだけどみたいなやつですよね。止められちゃってみたいな。そう、準決勝で3本目終わって3-1で勝ってたのかな？東京がね。で、俺も1本止めて、で、千葉ちゃんが外して3本目。でも、その時に勝ったなって思ったら、そっから周作に4本目、5本目、まさかのストップされて。あれ。い最や、後、しゅうもう、ちゃんも決めますよね。え？しゅうちゃんも PK 蹴るやつですよね。あ、蹴ったわ。あっさり入れられた。むしろもう4本目、5本目止められた時点で、結構なんかちょっとメンタル修正できなかったよね。もうなんか3本目終わった時に、うわ、絶対勝ったと思っちゃったから。あれっすよね、最後、マリノスと広島の決勝になったやつですよね。そうそう、結局マリノさんが勝ったんじゃなかったかな。そうだよね。でもあの時の収穫すごかったね、マジで。マジかと思った。もうでも5本目マジ止められそうな雰囲気、プンプンしてたもん。浦和だったら全然止められないんで。え？止められない？浦和だったら全然止められないんで。本当？はいいい。な。ルーパーが止めてくれましたけど。そう。いやいや。PK も練習しようじゃ。ね、行きましょうん。う。やっぱ塩さんと言ったら大宮の印象が強い。おお。そうなんだ。なんか大宮の時はやっぱ東京って言われたけど、なんか浦和来たら大宮って言われるね。そうっすね。でもまあ、特にそれで嫌われることはない。大宮色濃すぎると、なんだよって最初絶対なるけど。そっあれ、か。嫌がったみたいな。いやー。まあでも埼玉ね、帰ってくると思わなかったからね。いや、ほんとっすよ。ねえ。
今だから言えますけど、塩さんが別所付近に住んでたところからまさか帰ってくると。めっちゃプライベート。今だから言いますけど、今住んでないから言いますけど、別所らへんに住んでたとき。そうだね。住んでたね。いや、いいとこだったよ、本当に。ですよね。そうそうそう。まあ、結構その時ね、子供が生まれる生まれないの時だったの、ね、その時に移籍したから。そうそうそう。それで、生まれる2、3ヶ月前だったから、なんか、検診とかしてくれる産婦人科を探すのに、で、受け入れてくれたのが戸田だったの。そう。で、戸田の病院で、じゃあ、なんかあった時のためにそっちに近いところにしようって言って、まあ、多分、別所の方っていうね。そうなんですね。今住んでるとこちゃんと言ってもらってもいいですか？大丈夫ですか？今住んでるとこっていいですか？いやいや、なんで自分の家を今公開すんで。アホか。どんなライブやね。汗かいてきたわ。ほら、別所住んでたんだとか、めちゃくちゃ。そう。めっちゃいいとこだった、本当に。周りの人はね、レッツのサポーターの人ばっかだったよ。確かに確かに。うん、でもすごい。温かく見守ってくれてた。でもちょろっとたまにダービー見ましたよとか言われたけど。いや、宇川じゃない、宇川住んでるとこ結構バレてるからもういいっすよ。いやだってさ、お前ぐらいだよ、二ブレンの合間にジャージで帰るやつ。そうっすね。あんまり言わないでください。知らない人もいるかもしれないから言わないでくあ、そっか。ダメだ、ダメだ。ジャージのエンブレムで帰つけて帰ってるか。なんか、しおさんはもう今年はイケメンキャラで行くんですか？イケメンっていっぱい来てます。本当？はいや、イケメンキャラとか、イケメンとかあんまり言われたことないから、キャラとかないか。イケメンで行ってきます？じゃあ。いやいや、もうおじさんキャラでしょ。おじさんですよ、しおさん、40歳は。ねえ、言う、まあね、もう40やからね、本当に。もう40はサッカーで言ったらもうおじいちゃんですからね。サッカーの世界で言ったら。いや、でも、栃木の時は塩爺って呼ばれてた。塩そうっ爺。すね、本当に。いやいや。言い方が悪いともうクソじじいですからいや、おね。前塩さ口悪い、それん。は。言い方悪いとそうなっちゃう。いや、確かにね。確かにはい。ね。俺もだって22で入った時に40歳なんていなかったもんね。いや、そうっちすょよ。うど三浦文武さんが、今相模原の監督の文さんが33、4ぐらいで、うわ、すげえベテランって思ってたから。もう俺その年っす。いや、だからそう思われているよ。すごいベテランって思ってたもん、俺は。文さんのこと。じゃあ、今の1年目とは、うわ、すげえおじさんだってなっやて。ばいと思うよ。マジこいつ、ま親父やって思う。親父、そしたらふみさんに怒られるた。わ。マジで。そう、皆さん、じゃあ、塩さんも今年見かけたら、塩じいって呼いや、定着するやろ、お前、それ。んでください。本当に。まあ、なんでもいいけど。でも、安倍ちゃんも同い年ですからね。ねえ。いや、でも俺からすると、安倍ちゃんは雲の上の存在すぎて、話すのに勇気がいた、言ったっていう。だってさ、いや、絡みは全くないよ。同い年だけど、言ってました。安倍ちゃんとはね。では、片やさ、俺はさ、大卒のしがないプレイヤーだけど、片やさ、もう、あれや。海外でもプレーして、代表でも行って、ワールドカップも出てるやん。ちょっと最初、安倍くんって言ったもんね。安倍くんって。今ではもう安倍ちゃんだよ。もう安倍ちゃんだけど。でも、安倍ちゃんってなんかあの感じで、なんかそれこそそういうなんかキャリアとかいろんなのも含めて、安倍ちゃんって呼ばれるってすごくないですか？いや、すごい。みんな、俺らからも安倍ちゃんって言われる、みんな。俺らより下は安倍さんだけど、確かに。いや、もう安倍ちゃ人柄だよね。すごいいいキャラだよ。いいキャラっていうか、すごいよね。
謙虚だしね。もうね、背中で語る男ですよ。すごい。準備もすごいし、もう、そうそうそう、朝早い、俺も朝早いんだけど、阿部ちゃんもめっちゃ早い、ね。クラファース君のね。いや、めっちゃ早いっすよ。俺は多分寝てる時間にクラブハウスいますよ、もう。いや、親父早いなっつって。やっぱ40歳早いなって言われる。2人早いっつって。だからできてるんですよね、40まで。いやもうね、体だけは準備さえしないとね。でも、シオさん、いつもストレッチしたりしてるじゃないですか。うん、うん。体硬くないですか。いや、硬いからやるの。ね。硬いままだったらもういい。いやなんか体硬いのに頑張ってストレッチしてたみたいな、すごい。お前あれやろ、心の中で笑ってるやろ絶対。あいつ何してんだと思ってるやろ。いや、あっこいそうちゃんと聞いてんだなと思いつつ、おじちゃんだなみたいな。やば、止まっちゃった。あ、大丈夫か。すごいですよ。増えましたよ。1800人まで増えましたよ、しおさん。おぉ、ヒデに勝てないな、やっぱり。ヒデにはちょっと、ヒデ2300まで。いやー、やっぱ若い人には勝てないよね。そうっすね。うん、それしょうがない。でも、1700ってすごいね。ありがたいね。いや、そうっすよ。1700人の人が、しおさん、から、ね。うわ、人気者だね。いや、俺は本当一つ言えることは人気者じゃないです、これ。そう。はい。いやいや、すごいよ、マジで。うわ。尊敬するわ、後輩だけど。ありがとうございます。うん。やっぱ10人とかあれで。え？本心かは分かんないですけど、ありがとうございます。いやいや、すごいよ、すごいよ。裏で12年やるって、普通じゃできないもん。まあ、ありがたいことに。うん。ねえ、タイトルも、はい、そうですね。アイドル取ろうよ。ほんま。ねえ。うん。言ってますもんね、しおさん。リーグ取ろうぜって。いや、取りたい。取ったことないんだ、リーグ。だから、リーグ優勝したい。したいっすね。うん。できると思うよ。いい選手いっぱいいるし。これはしおさんからそのコメントをもらえると、ファンの人はもう期待しちゃいますよ。ねえ。もう本当頑張りたいよ。もう。やれること、もう、やれること全部やってね、勝ちたいよね。そうっすね、もう。うん。もうそれだけ、ほんと。ですね。ワンクラブマンだって、かっこいいね。ワンクラブマンってかっこいいね。ワンクラブマン。え？かっこいい。ワンクラブマンですか。ああ、いや、そうよ。まあまあ、でも、まあ、いい意味もあるし、いい要素もあるし、悪い要素もありますよね。他のクラブはやっぱ見れなかったりとかっていう。両方ありますよね。まあね、でも幸せなことなんじゃないかな、その一つのクラブでっていうか。いや、そう、うん、そっちの方が大きいと思うけどね、正直。そうやってやりたくてもやれない人いっぱいいるからね、うん、しかもレッツですからね。いや、そうだよ。だからこういうレベルでずっとやってるっていうのは大変なことだからね、素晴らしいですよ、後輩ながら。いいえ、いいえ、もうありがとうございます。ただ口は悪いけど、俺に。悪くないっすよ、もう。すぐ、こそこそ塩尻言ってるからな。いやいや、言ってないっすよ、もう。塩さん。俺と面と向かうときは塩田さんって言ってるけど。裏では、まあ、塩って言ってる。結構いいんだよね。タクとかもね、何しようってこそこそ言ってんだよね、いつも。で、あいつめっちゃ笑ってんだよね、影で。そのキャラもちょっと 大切という。いやね、そうね。いや、もうこの年になったらいじられるのは幸せなことだよ。もうそうっすね。怖いキャラより。いやいや、そう。もう喋ってもらえないのが一番きち。周りから誰もいなくなっていくやつだ。いや、もうほら、今日、だって、塩さんを見て、喋ったこともない、塩さんが喋ったとこ見たことない、ウラレッツファンの人が、今日これを見たことによって、うん、あ、塩田さんってこういう人なんだ。っていうのは、ちょっとでも分かっ
ただけでも俺がやってるがあるっていう。いやさすが。ありがたい。俺にもありがたい。もう初めてだからね。コロナがじゃなくなりました。ファンサービスできるようになりましたってなった時に、あ、塩田さんあんな感じだから、ちょっとじゃあ、頑張って声かけようみたいな。ね。本当コロナが落ち着いたら声かけてほしいよね。そう。みんなその時に、やっぱ、ウラレッツじゃ行こうってなってもらえるように。塩ちゃん、塩ちゃんって来た。いいでしょ、いいでしょ、しおちゃん。ありがたいよ。なんでも、しおじいでもしおちゃんでもね、なんでも。はい。岩波入ってきました。これ絶対岩波入ってくるんですよ、このインスタライブ。あいつまた、こそこそしよう、しようって言ってくるよ。こそこそちょっかい出しに行くんですよ、こいつ。ケンユーがライブ始めたって。ほら、ケンユーも、ほら。俺も結構、これもう派生してる時点で俺の勝ちっすからね。ああ。ほら、もうみんな、ケンユの方も行ってください。あら、みんなケンユの方に行く。おお、ちょっと減ってんじゃん、本当に。本当に減ってんじゃん。本当に200人ぐらい減ってんじゃん。ケンユ、合わせちゃダメだって。いや、そりゃそうよ。そりゃそうよ。俺と。300人ぐらい減ってきた、本当に。いやだって俺とウガとあのケンユのライブだったらケンユの方行っちゃうでしょ。2人よりも1人っすよね。だから多分ケンユが勝っちゃうよそれは。ちゅちゅちゅ本当に減って本当にそれ300くらい減ってるって。なあ、いやもうだってかっこいいよね。あいつさ、なんかクラブハウス出てくときもちょっと芸能人っぽいよね。芸能人っぽい。あ、まあ、あかっこいいなって言っちゃったもん俺。お前かっこいいなっつって。かっこいいっすね。あ、結構でも、ケンユがやってくれることによってまた違うファンもこう言ってくれるから。そうやな、そうやな、本当に、はい、じゃちょっとそろそろ減ってきたんで、ちょっとまた違う、そろそろ、やめておこうか、そろそろ。塩さん、もうそろそろ用なしなんで、ありがとうございました。OK、ありがとう。ありがとうございます、すみません。はい、じゃあ、はい、また、ね、じゃあ最後、一言お願いします、見てくれる。1500人。あ、じゃあ、皆さん、ありがとうございました。見ていただいて、また、スタジアムで、会いましょう。今年1年間よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。はい。はい。ちょっと、ケンユー、そりゃねえぜ、そりゃねえぜ、ケンユー。同じ時間したらダメだって。ちょっと俺も一回ケンユー飲みたいもん。ちょっとじゃあ、休憩しよう。やめる？もう、俺、みんなケンユー見たいっしょ。これ、俺をフォローしてくれてる人さ、絶対ケンユーもフォローしてるじゃん、まず。だからさ、みんな、一回ケンユーのとこ見てみる？どう？みんな、ケンユーの方見たいよっていう人は、いるんだったら俺が切るよ。コラボってライブしてる人とコラボできないでしょ。そう、ウガ人が見たいって言ってくれる人がいるんだったらなりますよ。これなんかパン食べてます。マキノはね、今日ね、ラジオの収録があるんだって、マキスタで、今やってんだって。だから見れないよってさっき言ってた。だけど、しゅうちゃんは見るって言ってたから。ケンユー1600人行ったの持ってかれたね。完全。よし、秋元誕生日スペシャル？読んでみようか。1500人、それでも1500人いてくれてんだから、すごいよね。うがちゃんみたいに喋れないからコラボはしないんだって。あ、ケンユーが。でもケンユーもさ、なんか誰か呼んであげてよ。
同じ顔が上下で並ぶのかじゃないよ。ケイン1700いった。すごい。さすが。栃木サポーターの人が来てくれた。秋は承認待ちしてんだけどな。何？美味しそう。なんかね、紅芋のパン。待って待って。秋元入ってこないよ。秋元何してんの？言ったのに今日。どう？皆さん、塩田さんどうでした？見てくれてた人たち。もうさ、なんか、なんていうの、人の良さがにじみ出ちゃってるよね、塩さんってなんか。そっか、そうだよね、ケンユーと俺のライブの感じ違うもんね、ちょっとね。そう、塩さん本当にいい人だからみんな本当によろしくお願いします。塩田大先輩を。そう、大宮にイメージあったんですが、裏に来てくれてよかったです。そう、本当にね、塩さん裏決まりましたねって電話した時から、もう絶対リーグ優勝しようぜってめちゃくちゃ熱かったっていう塩さん。ちょっとダメだな。秋元、何してんだろう、あいつ。ケイと同じぐらい見てます。そう、みんなコロナ落ち着いたら、しおさん、ぜひともよろしくお願いします。ちょっとさ、秋元何してんの？俺言ったのに今日9時過ぎにやるよって。これなんか一回さ止めてさ、だって LINE とか送れないもんね。栄光もライブしてますよ。すごいね、みんな森脇。そうで、今日さ、誕生日なんだから、せっかくさ。秋元。だから、牧野はさっきも言ったけど、今、マキスタを収録してんだって。来た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 。3回も遅らすんじゃないよ、お前。すみません。お疲れ様です。似てなくない？似てんの？勘弁してよ。見させてください。勘弁してよ。みんな秋元選手来ましたよ。そっくり。これコメント見えないですよ。え？出てるよ、下にちょっと。ちっちゃく2個ずつぐらい。全然出てないです。なんで？なんか出ないようにしてんじゃないの？似すぎて旦那と爆笑って。そんなに似てますかね？いやいや、お前みやぞんだろ、お前。みやぞん似てますか？みやぞんはめっちゃ似てる。これ笑ってしいじゃないですか？まあ、普通もみやぞんに似てるよね、結構。すごい。秋が来た瞬間2000人になった、急に。いや、ありがたいですね。塩さんでは突破できなかった2000人になったぞ。いやいや、そんな。皆さん、え、まていうか、た。マジコメント見えないっす。なんで？
下の方になんか出てきたりしない？やべ。出てきてないですか？これ iPad と関係あります？あ、iPad とか見えないとかあるのかな？縦にしたりとか横にしたりとかある？ないっすね。特に。いいよ、もう。ここのじゃあ質問みたいな欄に質問してもらおう。質問してもらいたい人は。はい。お願いします。皆さん、2000人の皆さん、今シーズンから来た秋元選手です。すごいっすね。こんなの。本当すいません。秋元選手。秋元さん何歳ですか？今日で23歳になりました。今日で23歳です。皆さん誕生日おめでとう。いっぱい来てます。誕生日プレゼント受け付けてます？はい、受け付けてます。皆さん誕生日プレゼント受け付けてるので、あの大原まで送ってください。送ってあげてください。お願いします。みんな、秋元選手、秋元のことをさ、みんなやっぱ知らないでしょうよ。いや、絶対知らないっすよ。うん、ほんと俺もさ、正直言うけど知らなかったもん。いやいや、ほんとにそうっすよ。誰やと、秋元誰やと。いや、誰やっすよ、ほんとに。そしたら、もう、まだ誰、まだ誰やって感じですよね。まだ誰やって感じだよ。記事ではもう、あの全てを超ハイクオリティでこなすって書いてあったから、はい、こりゃすごいやつが来るんだって思ったけど、思ったけどって感じですね。思ったけど、いや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 、捻挫してる場合じゃないでしょ。あ、すいません。あなたちょっともう復帰したけど、はい、いや、みんなでもね、上手よね、新しく来た選手みんな。やっぱ、いつだって活躍してきただけある、結果残してきただけある選手がね。本当に、楽しいです、やってて。あ、楽しい？はい。レベルが高いってこと？レベル高いっすね。レフティーですか？レフティーだよね。はい。俺もレフティーなの途中まで分かんなかったもん。まだ。秋元選手は、どういう特徴の選手ですかって。どういう、まあゴリゴリ系ですね。ゴリゴリ系です。はい、浦和レッズのサポーター大好きです。ゴリゴリ系、ゴリゴリ系でしかないです。ゴリゴリ系大好きですね。なんか噂によると一生走り続けられるっていう噂だけど、まあ一生ってわけじゃないですけど、うん、追いかけ回ってるって感じですね。あ、追いかけます。浦和レッズサポーター大好きです。よかったです。あとはもう結果出すだけ。もうそしたら間違いないです。あ、これ兄弟なのに敬語なんですかじゃないよ。兄弟、もう兄弟キャラをこれ誰が植え付けたのかな。言ってるキャラはお兄ちゃんでいいですか。じゃあお兄ちゃんじゃないよ、やめろ。あ、すいません。待って、質問のとこにいっぱい入れてくださいって言ったら、めちゃくちゃ質問来てる、二十何個。本当ですか？ありがたいですね。じゃあ、俺が、面白そうなの選ぶね。はい。牧野平安にしたいですかって。いやー、まあ、寄せては見たいですね、一回。寄せてみたい。やめなよ。いや、やめた方がいいですか。やめなよ。まあ、お兄ちゃんが言うならやめますわ。やめよ。でも、あれだよね。牧野平安にすると活躍できるみたいな、ちょっとジンクス作っていきたいって言ってたからね。本当ですか。牧野、武藤から始まり。はいはいはい。武藤、駒井ときて、次、秋元っていう。ちょっと、やっちゃいますかね。やっちゃう？まあ、そういうの大切よ。はい、そうっすよね。それで俺がジンクスちょっと崩したらちょっと嫌ですけどね。お前そういうマイナスなこと言うんじゃないんだよ。あ、すいません。浦和になれましたか？だって。まあ、ちょくちょくですね。まだ、って感じです。まだ本来の秋元を出せてないと。はい、まだ出せないですね。結構出してきてると思ってんだけど。まだもうちょっとグイグイ行きたいなと思ってます。まだか。グイグイ行きたいと思ってる。
でしょ。でも今年だからさ、キャンプでさ、食事がもうあの一人スタイルじゃん。そうなんですよね。あれ良くない。あれ良くないっす。うん。でも大吾が言ってたよ。あの帰ったらみんなでそういうご飯やろうって。いやしたいですね。ぜひ、うん。そうだね。他は。どこのポジションで一番やりたいですかっていう。どこですかね、うん、シャドウとかですかね。シャドウだよ。ワントップではないんだ。はい。シャドウがいい。まあまあ、背負えないとダメだしね。はい。難しいよね。お、みんな栃木 SC の頃から応援してますっていう人がいっぱいいますよ。どうですか？ありがとうございます。お、髪の毛を赤に染めてください。いや、それはちょっと考えどころですね。髪の毛はまだあの染めてないの？そ、あの大卒で入ってから。染めてないです、一回も。あら、すぐ染めたくなるのにな、普通。いや、な、去年ダメだったんで。ダメとかあんの？はい。栃木？はい、ダメだったんで。すげえ厳しいじゃん。そうなんですよ。なんで、それがまだあるんで、まだいいかな、黒で。じゃあ、黒い髪って。じゃあ、今年ちょっとチャレンジもあるってこと？そうですね、ちょっとチャレンジしていきたいなとは思ってます。お、皆さんそこも注目してください。はい。染めたら調子乗ったなって感じでお願いします。栃木の田舎っぺがちょっと垢抜けたなみたいな。はいはい、そうです。だってあれでしょ、アカデミー出身なんでしょ。はい、小中高全部っす。すごいね、ミスター栃木だったんだ。じゃあまあはい、そうですね。すごいね。それが浦和に出てきたと。田舎っぺが浦和に出てきましたぞと。はい、出てきました。じゃあ楽しみだね、これからいろいろと。そうですね、いろいろと吸収していきたいなと思ってます。お、いい方を吸収してね、ちゃんと。はいはいはい。悪い方ってなんかあんまよくわかんないけど、なんか言っていいのかわかんないけど。あと浦和の印象を教えてくださいだって。いやもう熱狂的なファンサポーターっすね。あー、やっぱね、そうだよね。はい。まあでもまだ自分、うん、声援聞いてサッカーしたのなんかまだプロになって1回ぐらいしかないんで。ああ、そっか、もう大成。そうっすね。うん、これなんでまあ楽しみっすね。たまらんぞ、それは。そんなん言ったらマジ、まあ、そのセル君から聞いてて、うん、鳥肌やばいって言ってました、あの人も。そうよ、だって俺さ250、60試合出てるけどさ、もう毎試合もうドワーって鳥肌立つからね。すごいですね。うん、俺 ACL の決勝だって試合前に横並んでる時涙出てきたからマジっすか。マジでもう鳥肌と、もうなんかもうむしゃぶるいみたいのでもう涙出てきて。すごいですね。はい、そういう環境で超えたらやばいからね。楽しみだね。じゃあ、はい、みんななんか目標はとかっていう。目標は、目標ありますか？今シーズン。今シーズンは、うん、1試合でも多く試合に出て、勝利に貢献するところです。お、若いね、コメントが。うわさだったらどういうコメントですか？いやもうさ、1年目で移籍してきて、いや何点取りますとかさ。だって去年何点だっけ。7点だっけ。7点っす。7点取ってんだよ。そうっすね。同じぐらい。15番なんで15点目指したいっすね。うお、すごい急に。すごい1試合でも多くから。でもそうだね、1回でもね、1試合でもまずね勝利に貢献して、その1勝がでかいから。
まずはピッチに立つことです。そうだね、ちょっと弟として頑張ってくれ。はい、背中を押してください。お兄ちゃん、背中、お兄ちゃんと、そうだね、どっちだみたいなのやればいいよね、試合中ね。じゃあ、はい、やりたいですね。めちゃくちゃ見てくれてますね。すごいよ、今2200人もいる。ケンユより1000人多いよって言ってる。やばいっすね。これ似てる似てる似てるみたいので、もうこれでだから似てるって言って、あの最高はニュースになれば一番いいね。じゃあそしたら、いや、そうですね。宇賀神兄弟でインスタライブみたいな。はい、なりたいですね。って言われる人多いな。俺、他は誰います？いや、丸岡充。丸岡充はめちゃ似てる。はい、あとあの札幌で今年今京都に行った白井ね。はいはいはい。白井くんは自分でも似てると思う。俺は似てないですか？似てない。お前はみやぞん。それ言いたいだけじゃないですか。みんなマジで、みやぞんに似てるから。みやぞんに似てるのか、それとも宇賀神に似てるのか、みんな後で意見ください。お願いします。宇賀神さんで。15番ユニ買いました。だって、あ、すいません、ありがとうございます。嬉しいです。嬉しいよね、はい、もう何年やってもさ、それは嬉しいよね。ユニフォーム買ってくれたら本当に嬉しいですよ。そうだよ、自分で稼いだお金のさ1万5000円とか1万6000円をさ、俺のために使ってくれんだよ。本当にありがたいっすよね。まあ、嬉しいことはないよ。何の話題話しても宇賀神似てる、宇賀神似てるってしかコメント来てない。それで話題いきましょうよ。いけますね。宮園寄りの宇賀。どっちもじゃないですか、それ。15点取ったら、15点取ったらもうの何でもご褒美あげるよ、もう。本当っすか？ 15 点取ったらな。え、もう一回お願いします。何ですか？15点取ったら何でも買ってやるわ。言いましたね。うん、15点だからな。いや、宇賀さんの番号でとりあえず。何？何取ったら、うん、何でも買ってください。え、15点ね。いや、宇賀さん3番。3番、3点はお前あるじゃん。やっぱり電波悪いね。そう、ホテルの Wi-Fi は Wi-Fi 良くないんだよね。なんか。ソン・フンミン選手に似てます。3点。あ、ほら、切れちゃった。でもね、Wi-Fi 良くないんすよね。15点頼みます。そうだよね。でも J2 で7点取れたってことはさ、俺が固まってんの？俺動いてるでしょ。リリース表示。これか。あれ、間違えちゃったかな。すいません。なんか落ちました。あれだろ、Wi-Fi あんま良くないっしょ。はい、Wi-Fi 環境はドータルコードができました。うん。今日他の選手が全然入ってこないな。マジっすか？うん、いつもこれ大体チャチャ行くやつがいいんだけどさ。みんなもう寝てんじゃないっすか？寝てる？明日そんな朝早くないぜ。明日結構朝遅いからね。そうっすね。キャンプ中の面白いエピソード。秋はだって誰と仲いいの今？今はあれですね、あの新加入の吉尾くんです。小泉吉尾くん。あ、よし、確かに吉尾といつも一緒にいるね。はい、吉尾くん。でもあと小屋くんもよくしてくれ出た。秋でも言ってたね、小屋くんと仲いい、はい、
小役、後輩、面倒見いいんで。ああ、そっちタイプね。はい。めちゃくちゃ優しいです。ウガ人はあんま後輩の面倒見良くないからね。いやいや、お願いします。お兄ちゃんなんで。面倒、後輩の面倒見ないので有名だから、ウガ人は。とか言ってたやつじゃないですか。違うんだよ、本当に。面倒見良くないで有名だよ。なんでですか？いや、なんかさ、ご飯行こうとかさ、すごいご飯連れてってくれますとかさ、いっぱいあるじゃん、なんか。で、いつも一緒にとか。俺なんかね、ありがとうございますみたいな、気使われんのちょっと苦手なの。なるほど。そう、なんか。でもそんな気使わないですよ。気使わないっすじゃないんだよ。気使えよ、気は。気は使うんだ。そうね。気は使うんだけど、でもそういうのがちょっとね、苦手。あと、なんか誘うのが苦手なの。はいはいはい。ね、お飯行こうって、いや、今日ちょっととか言われると、すごい傷ついちゃう。なるほど。そういうのあんま気にしない方がいいっすよ。俺が言うのもなんだけど。いや、俺もう傷ついちゃうんだよ、そういうの。だからね、今まであんまそうだ、誰かを可愛がるとかあんましてないんだよね。なるほど。そう。じゃあ今年は可愛がってもらいます。可愛がってもらいますじゃない。でもだってさ、なんだっけ、23でしょ。はい。俺30、34の年だけ早生まれだから、次33、10個差だからね。10個差っすね。一回り違いますね。10個差ってお前が生まれた時俺中学校1年生ってことでしょ。そうです。違う、高校1年生だよ。あ、もう高校生か。高校1年生だぜ、俺が。すげえ。やばいっすね。やばいよ。そんな選手と一緒に今俺喋ってんだよ。大丈夫かな？会話できてるかな？いや、全然できてます。逆にうまいっす。だな。回してくれても。そうだ、これだって俺が回さないともうどうしようもないから。はい。そう、さっき、塩さんのやつでも言ったんだけど、これで喋ることによって、やっぱりみんなインスタのこう写真とかしか見てない。秋を。はいはい、だから、この秋元のキャラってどんななのっていうところを知ってもらって、あ、なんかいつ面白いなとかっていうので、こう、応援してもらうっていう企画です。なるほど。はい。もっとじゃあ引き出してください。ちょっともう引き出してくださいじゃないよ。そう、だから本当だったら、沖縄にサポーターの人が来てくれて、はい、直接さ、サインくださいとかってやってたらさ、こうなんとなく雰囲気分かったりとかするから、はいはいはい、そう、それをこのインスタで、このちょっとこう砕けた感じで知ってもらうと。で、さっき塩田さんはなんかイケメンキャラで落ち着いたから、はい、うん、なんか塩田さんイケメンですねっていうコメントがたくさん来たから、みんなあれじゃないですか、気使ってんじゃないですか。気使って気使ってたのかな。塩爺さんなんで。そうそう、言ってた。京都、あ、京都じゃねえ、栃木の時はずっと塩爺ってみんなに言われてたんだよとか言って。いや、本当に塩爺、自分から塩爺って言ってたんで。ああ、そっちに合わせてったタイプか。はい、汚ねえな。でも、まあ、塩だけど、けどもう本当にパパみたいな存在だったんで。まあそうだよね。くれたんで、うん、すごいいい人です。いい人、もういい人にじみ出てるよね。はい。で、しかもこう一緒に移籍できたっていうのは自分にとってすごい心強かったです。ああ、確かに確かに。そうだね、一緒に来たんだもんね。はい。いや、ヘタフェの試合始まっちゃったからバイバイじゃないんだよ、誰だよ。ヘタフェ、久保君には勝てんわな。間違いないです。久保くんはすごいっす。すごいよね。でもさ、23歳だから、まだまだ活躍次第で海外に行けるからね。はい。はい。気持ちいいか。え、帯が見てるとか言ってるよ。マジっすか？帯、ほら、秋になんかコメントして。帯一緒にやってるんで。そうだ。すごいよね、でもさ、栃木、去年だって結構
何、成績もさ、多分今までの栃木の中だったらかなり良かった方でしょ。はい、良かった方ですね。で、栃木からだって秋も行って、帯もね、マリノスで ACL でしたし。宇賀神先輩、こんにちは。あ、こんばんは。帯っすか？帯、宇賀神先輩、こんばんは。しっかりごま吸ってますね。で、ちょっと秋にも一言ちょうだい、帯。あ、23、オリンピックも狙えんの？そうですね、ちょうど世代ですね。じゃあ今年スタートダッシュかまし、バンってかましたら、あるってことでしょ。可能性はなくはないですね。やばい、前田大然もコメントしてきたぞ。宇賀神先輩。前田大然くんはね、ほんとね、ほんとちょっと、前田大然くんポルトガルにいるときに、なんか通訳を紹介してくださいみたいな感じで連絡を取った仲なんですけど、ちゃんと、試合前に挨拶しに来てくれました。しっかりしてますね。ちゃんとしてた。そうだ、秋お前オリンピックもあるじゃん。ありますね。可能でも全然あるよね。全然、まあ、ゼロじゃないよね。可能性はゼロじゃないです。うん、ここでワンチャンスタートしてかまして、はい、その説はオブリガードじゃないよ。そういうキャラなんだ。前田大然くんのキャラ、そういうか。その説はじゃあジナーだということで。挨拶大。そうだね。大然ちょっと舐められてるね。いいよ、そういう。オビになって言ってますよ。何？僕の名前はオビになってオビが言ってます。オリンピック。海外志向、海外志向はありますか？だって。まあ挑戦をしてみたいなとは思ってます。おお。そうだよね。まあだからみんな、今若い選手いっぱい出てくもんね、海外ね。宇賀くんはオーバーエイジって言ってます。マキノが蓋を一生笑ってきたよ。またこのあれですね。またそこに戻んの？今、全然違う、サッカーのちょっと真面目な方に行ったのにさ。はい、またそのってる。もう宇賀くんはお兄ちゃんです。で、マキノの、あの発言ってやっぱ発信力すごいからさ、もうバーンって広がっちゃうからすごいっすよね、ほんと。誕生日プレゼントもらいましたか？まだもらってない。誕生日プレゼント、じゃあ誕生日プレゼントをプレゼントしようか。じゃあお願いします。弟に。はい、お願いします。これはもう2300人が見ちゃったから、もうすいません、ありがたいっす。誕生日プレゼント楽しみに大原で待ってます。でもね、今ね、俺らね、俺とマキとあのタクで、はい、あのみんなでその人の誕生日の時に1万円出し合っていいものを買うっていうのをやってんだ。はいはいはい。そしたら結局みんな自分でなんていうの、他の人の誕生日の時1万円出すから結局自分で買ってんのと大して変わんないんだけど、トータルはね。はいはいはい。だけどみんなで買ってくれたっていう思い出がついてくるっていう、すごい学生みたいなことやってんだけど。参加します。参加します。ちょうど今タクもマキも見てるから、アキが参加するってよ。参加します。でもまあ お兄ちゃんとしてじゃ誕生日プレゼント何か考えておこう。はい、そうだ、あの、うん、何にしようかな。よかったよ、私お兄ちゃんで。何にしようかな。何でも大丈夫です。何でも大丈夫。はい。じゃあ本当にしっかりあの使うものが欲しいのか、それともギャグがいいのか。いやー、そこはお兄ちゃん先生でお願いします。
それ、久方しっかりがいいよな。よし、考えとこう。キャンプ帰ったら。秋、俺、車あげるだって、タクが。めちゃくちゃ優しいじゃないですか。絶対あげろよ。絶対くださいね、タク君。絶対あげろ、あの車、お前。絶対ください。何乗ってるか言うぞ、お前、みんなの前で。いいのか？あげろよ、絶対、あの、あれ。あの、あれ。いやいや、言うて、秋もなんかさ、いい車乗ってたじゃん。いや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 。いい車乗ってたよ。と誰や、この栃木ナンバーと思ったらさ。いやいやいや、全然っす。いい車乗ってるじゃん。でも俺はやっぱサッカー選手はやっぱこうね、あの古臭いかもしんないけどやっぱ夢を与える職業でもあるから、はい、やっぱそういういい車とか乗ってほしいよね。乗ってほしいですね。乗ってほしい。やっぱだって自分がさ子供の時にさプロサッカー選手がさなんかわかんないけど K、極端に言ったら K とか乗ってたらさ、うわ夢ねえなってなるじゃん。はいはいはい。そうだからやっぱりかっこいい、俺もなりたいってなってもらいたいね。じゃあ車でいいっすか。車あー、オッケー。ミニカーでもいい。はい、トミカが欲しかったです。トミカね、オッケー、トミカ、オッケーオッケー。これね、昨日ヒデともその話してるから。あ、本当ですか。ヒデはなんか5点取ったらケンユーが車買ったるみたいな。うわすごい。ケンユーをアシストしたら車買ってやるとか言って。すごいっすね。そうで、ヒデはなんかいや、いいの最初に買えばみたいに言ったら、いや俺はまだそんな選手じゃないんでいいですみたいな。すごい謙虚ですね。めちゃくちゃ謙虚なの。勢い大事っすよね。でも勢いは大事。俺も大卒1年目で一番最初に BM 買ったからね。いやうん、さすがっすね。そうだから勢い大切だから、はい、皆さん街で秋元を見かけたら、もうこいつこんな車乗ってんだっていうのを見てください。やめてください。いい車乗ってますねって声かけてあげてください。いや大丈夫です。怖いです。これ結構コメントはタイムラグあんだね。はい、なんか遅いですね、ちょっと。うん。栃木ナンバー、そう、栃木ナンバーだよね。はい。変えない、はい。変えます、大宮に。大宮、そう、栃木ナンバーだよってバレるからね。そうなんですよ。絶対バレるんで、大宮に変えた。変えた方がいいよ。すごいよ。でももうさ、ずっとさ、もう結構な時間やってるけど、ずっと2000人見てるからね。いや、本当にありがたいですね。すごいですね。やっぱ、ウガさん、あ、お兄ちゃんがやっぱ、すごいから。いや、これをだからさ、牧野とかにも言ってんの。俺がやるより牧野がやった方がいっぱい見るよって。いや、もうそれはそうですね。もっとたくさんの人見てくれるよっていうふうに言ってんだけど。影響力ありますもんね。うん。大宮ナンバーやめてって大宮ナンバーしかないんじゃないの。だって大宮か川口っすよね。あ、川口があんのか。はい、いいでしょうよそこは。ここまでもいいでしょうよ。1時間で切れちゃう。あ、越谷ナンバーもあんだって。越谷知ってる？お前、むしろ知ってますよ。レイクタウンありますもん。変だ。はい、ごめん、場にして。いやいや、全然大丈夫です。やばい。おい、ゆい、長谷川。え？ゆい、そうだよね。ゆい、長谷川知ってる？知ってますよ。この AC ミランに行った。はい。24日誕生日だったんで、誕生日プレゼントくださいとか。29誕生日だったんで、プレゼントください。
イタリアに送らせていただきます。頑張ってください。頑張ってください、 AC ミラン。はい、お願いします。戸田っすもんね。そうだよ、そうなのよ。言ってました。だから中断期間、コロナでできてない中断期間とか一緒にトレーニングしてたからね。すごいっすね。まあそれのおかげと言っても過言ではないかな、ミラン決まったのは。うん、ミランと驚きましたね。すごいよね。はい、うん、だからまあ一応そこもちょっと加味されてるかなっていうそれを誇りにちょっとミランで頑張ってほしい。間違いないですね。頑張ってほしいですね。俺のあのスクールの公式のインスタでもグーってしてるよ。そう、フットサルコートにも遊びに来てください、揚本選手。はい、はい、遊びに行きます。戸田の星宇賀神智也です。いや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 、 AC ミランに負けじと頑張ります。二人とも戸田の星ですね。いやー、頑張る。宇賀神、戸田の星って知ってる？誰か。宇賀神、長谷川優衣、藤田ニコルっていう、勝手に言わせていただいてます。勝手に言わせていただいてます。勝手ですね。はい、藤田ニコル。はい、ニコルンと中学一緒なんで。すごいですね。そう。あとあれね、夏菜ね。夏菜さん。はいはいはい。戸田だから。結構いますね。そうだよ。戸田結構有名。知らなかったっすけど、戸田って。だって、何にもないんだから、戸田、別に。何もなさそうでした。何にもないんだけど、でも、協定上があるから。あ協定上ある。でもあれだからね、埼玉で住みたい街ランキングみたいなとこ上位だからね。そうなんすか。そう、戸田はちょっと埼玉ゴミゴミしてますもんね。ちょっとそう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 、戸田はねいいのよ。何もないって言うといろいろなんかさあるけど、ちょっとアッキーも頑張ってねって言ってるよ、長谷川優衣が。頑張ります。知り合いなの？知り合いです。あ、そうなんだ。はい。何知り合い？一応大学の時ですかね。うん、はい。大学の時ですかねって、大学の時にどんな知り合いだったんだよ。先輩がいて、一緒にその時にいて、うん、何度か話させてもらいました。はい。そうなんだ。いつもね、年始に、俺の2日っすか？そうそう、2日。ちょっと誘われたんだけど。多いよ、お前。いや、ちょっと予定あったんで。すいません。そう。でも、そうだね。ミラン行っちゃったらもうでも来れなくなっちゃうのか。シーズン中だもんね。話下手くそかって来てるよ。いや、なんて言ったらいいんですかね。その別に、先輩の合コンとかじゃないですか。あ、そういうのでちょっと似てたの？え？そういうのね。なんか、そういうのじゃないですよ、全然。あ、お食事会？お食事会でもないですね。女性もちょっといるお食事会？いや、なんか難しいです。なんて言ったらいいんですかね。ゆいちゃん、助けてください。合コン、合コンの一つや二つしますよ。23歳でさ、独身なんだから。合コン、まあ、待ってくださいよ。絶対合コンではないです。それだけはいける。それだけはいける。はい。でもさ、でもいいじゃん。させてよ、合コンぐらいさ。なあ。そうですね。まだ若いんで。まだ若いし。コロナ、今はダメよ。
いや、今なんかできないですよ。今ダメだけど、もう落ち着いたらもうそれちょっとぐらいさせてよ。あっき話下手かよ、合コンしてませんってきたごめんなさい。え、シューちゃん入ってきたのかな。シューちゃんとか、シューちゃん入ってきた。シューちゃんはもうあれでしょ、もう神様、新加入選手にとってはもう神様のような存在でしょ。いや、もう本当にそうですよ。優しく声かけてくれて、みんなに。ね、本当に、人として素晴らしいですよね。まあみんなそうなんですけど。うん。本当に、なんか思っていた以上に、うん。めちゃくちゃみんな優しかったです。でしょ。で、ただね、シューちゃんのあの笑顔は本当は笑ってない時あるから、本当よく見た。それはしっかり見させてもらいますわ。シューちゃんは笑ってない時あるから。はい。うん、しっかり見極めます。そう、しっかり見極めて、いろいろやっぱ経験していかないと分かんないよね。そうだよ、そうだよ。心臓さんと話しましたか。だって心臓さん話しました。あ、ロッカールーム前だ、前なんで。みんなさ、心臓くん怖いみたいな感じでさ言うからさ、そうですね、こう外から見た限りでは怖い印象はありましたけど、うん、本当に喋ってみたらすごく優しくていい人でした。そうだよね。でもね、俺がね、朝おはようって言うと大体おはようって返してくんないんだよね、心臓くん。なんでなんすか。わかんねえけど、おはようって、おはようっていうか、俺いつもやっぱ先輩でおはようございますって言うんだけど、はい、絶対返してくんないんだよね、心臓くん。嫌なんじゃないですか。嫌なのか。やだとかそういうのやめてよな、嫌われてる。嫌われてるかもしれないけど。いやいや、その愛されてますよ。愛されてるか、愛されてるってことよ。感じて。愛されてる。数週間しかまだ見てないですけど。うん。全然愛されてます。愛されてる。やかましいよ、はい。やかましい。やかましい。二週間ぐらいだわ、やかましいよ。すいません。ちょっと結構、いや、30分ぐらいやってるから、そろそろ終わりにしようか。はい、明日、皆さん、明日練習試合なんですよ、私たち。はい、なんでそろそろ、いいですか。もういいでしょ。もうつまんないでしょ、秋元は。もうちょっと俺は飽きましたね。もう飽きましたじゃねえよ。もう飽きも、違うんです、皆さんがっすよ。みんなが飽きた。そんなことはなくて、はい、俺の方がもういいってなってます。そんなことないけど、ちょっと俺が疲れてきた。そうっすよね、うん、回してますもんね。俺回してから疲れてきたからさ、はい、うん、もう皆さん、そろそろいいですか。今日はいいですかっていうか、みんなのためにって思ってるけど、ただ自分が楽しいからやってるだけだから、みんなありがとうございます、付き合っていただいて。はい、じゃあ、秋元選手、まだ引き出せてないとのことなんで、はい、本当の秋元まだ引き出せてないとのことなんで、これからもっともっと引き出し行こうかなと思います。ありがとうございます。はい、お願いします。じゃあ最後、2000人の方まだ見てくれてるんで、ちょっと一言お願いします。フランクでいいよ。夜遅くにすいません。浦和レッズを応援してください。そして秋元も応援してください。そしてお兄ちゃんも応援してください。どういうこと。はい、頑張ります。じゃあ皆さん、ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとね。ありがとうございます。じゃあね、また明日ね。ありがとうございます。はーい。いやー、ちょっともう疲れたよ、俺。そんな似てましたかね。なんか似てるとか言われてましたけど、ただ秋が来たことによって2300人ぐらいずっと来てくれてましたけど、皆さん
明日は練習試合で疲れちゃうと思う。あ、違う違う、明日これやんなきゃいけないことあるから明日できないんですよ。明日ちょっと忙しくて。だから、明後日できたらやりますね。明日はちょっとお休みしてください、皆さん。楽しみに。明日みんな仕事だと思うので、仕事だったり学校だったりだと思うので、皆さんも頑張ってください。では、また次は、もう次はゆるきくんすごいね。ゆるきくんはちょっと交渉しておきますね、皆さんじゃあ。そう、ルームツアーしたいとこだけどさ、ちょっとやっぱ、あんま行き来しないでって言われちゃってるから。じゃあ皆さん、参加してくれた皆さん、本当ありがとうございます。今日は、塩田さんと、秋元、下の名前ちょっとわかんないけど、秋元が来てくれました。じゃあ皆さん、また、あさって、できたらあさって。おやすみなさい。頑張ってください。明日から仕事、学校頑張って、練習試合頑張ります。